この週末、首都圏を中心に相次いだいわゆる闇バイトによる強盗事件。そういう事件が起きてるっていうのはニュースで見てるから分かってるんだけど、まさかここまでこの田舎まで来るとは思わなかったですよね。一昨日は東京葛飾区の住宅街でも、今鑑識の方がたくさん家の中へと入っていきます。70代の住人に暴行を加え現金を奪ったとして逮捕された男は、 X で知り合った人から空き巣の指示を受けた。これまで実行役など複数の逮捕者が出ていますが、おととい新たに逮捕されたのは現金の回収役、木本美穂容疑者30歳。犯罪で得たお金を回収しました。先月15日、横浜市で起きた強盗殺人事件。この家に住んでいた後藤博晴さんが殺害され、現金およそ20万円などが奪われました。この奪われた金の回収役とみられているのが木本容疑者です。実行役としてすでに逮捕されている宝田真月容疑者の供述や、現金の回収場所となった都内の公園近くにある防犯カメラ映像などから木本容疑者が浮上したということです。回収役とみられる30歳の木本容疑者、自宅周辺を取材すると、下の花が普通にいつも子供迎え行って帰ってきて家に入るって感じで、近所の人によると夫と2人の子供と暮らしているという木本容疑者、子供を送迎する様子をたびたび目撃したといいます。そして最近ある異変が、家の前に車とか止めてる、2、3回見たことあって、知らない人をなんか連れてたりして、なんか家に入れたりしてたんで、夜中とか夜とかですね。何人ぐらい？5人とか6人とかで、なんかスーツケースみたいな持って入っていくって感じで、でその後なんか出てきたと思ったら、その何も持ってなくて手ぶらで普通に帰っていくって感じで。これは目覚まし8が入手した防犯カメラ映像。逮捕されるおよそ5時間半前、多くの捜査員とみられる人たちが木本容疑者の自宅方向に向かう姿が捉えられていました。警察は木本容疑者が回収した現金を何者かに渡した可能性もあるとみて調べています。さらにおととい、一連の事件で初めて逮捕されたのが強盗の実行役を勧誘したリクルート役です。実行役をそそのかして強盗を決意させた強盗致傷などの疑いで逮捕されたのは、愛知県の会社員、名倉優也容疑者31歳。先月1日、埼玉県所沢市の住宅で発生した強盗事件。この家に住む85歳の男性が暴行を受け、現金16万円などが奪われました。名倉容疑者はこの強盗事件で少なくとも実行役3人にメッセージアプリを使い、強盗を決意させ指示役に仲介した疑いなどが持たれています。警察の調べに対し、人を紹介する仕事をした、金に困ってやったと供述。自身も SNS で闇バイトに応募したと話していることが分かりました。捜査関係者によると、名倉容疑者は SNS でホワイト案件、物品運びの仕事、
リスクはないなどの文言で実行役を勧誘し指示役に斡旋。さらに犯行の直前、実行役から強盗するように言われたと問い合わせがあった際、強盗を止めるのではなく強盗するように促すメッセージを送っていたというのです。名倉容疑者が担っていたリクルート役とは一体どのような立場なのでしょうか。犯罪ジャーナリストの多田文明さんは、リクルーターという存在は基本的に指示役とまめに連絡取ってるはずなんです。例えばこうした実行役がいたよということをいわゆる上に伝える役ですので、まあ、より指示役に近い立場というふうには言えると思います。実際に強盗を行う実行役より立場は上で、より指示役に近い存在だといいます。リクルート役として逮捕された31歳の名倉容疑者。名倉容疑者の中学時代の同級生は、まあ、やんちゃかおとなしいかって言ったらもうおとなしい、あんま目立たない子とか、どっちかというと、ね、使われてるっていうんであればなんか納得はできるんですけど、指示するってなるとそんなイメージはないです。そして昨日未明に起きた強盗致傷事件では、暗闇の中を走っていく人影、その数秒後、後を追うようにもう一人の人影が。この場所で起きていたのは、母屋の部分の、この外の窓ガラスが割られて、ここから侵入されたということなんです。昨日午前4時半ごろ、千葉県四街道市の住宅で住人の50代男性が暴行され、現金1万3000円が奪われる強盗致傷事件が発生。暴れた音と文句言ってる声が聞こえて、俺が見たのは兄貴を抑えながら、そして犯人は逃げたいもんだから目の方ギューっと。その生々しい状況を語ってくれたのは、事件当時同じ敷地内の離れで寝ていたという被害男性の弟です。で、開けたら親が来て、知らない人が入っているから警察に電話してくれ、くれって言うから電話を、親は兄が押さえつける間に親は逃げたから怪我もないし助かった。男は被害男性と揉み合いになった後、現金を奪い逃走。同時間帯のものとみられる別のカメラにも、そしてその数秒後、今度は黒い服を着た人物が男の後を追うように現れました。それ俺ですね。弟さんが追っかけていったんですか。そこまで追っかけていきます。被害者の弟は逃走する男を追いかけていきましたが、その1分後、パトカーが到着したので自宅の方に戻っていきました。そしてそのおよそ3時間後、警察官2人が大声張り上げて、向こうへ行ったって言って追いかけていきました。現場の近くの住民によると、現場から100メートルほど離れた場所で警察が男を発見し確保したといいます。そして、
防犯カメラには警察に取り囲まれて歩く男の姿も捉えられていました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは自称会社員の金子雄太容疑者28歳。調べに対し金子容疑者は借金が増えて生活が困窮していたと容疑を認めているということです。また金子容疑者は指示役からシグナルで指示を受けながら犯行に及んでいたといい、警察は首都圏で相次いでいる強盗事件との関連性を調べています。まずは速報です。葛飾の強盗事件で逮捕されました山内優太容疑者が先ほどこのように送検をされています。ここからは元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成美さんにお話を伺います。成美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこの週末新たに逮捕されたのが2人いるんですけれども、それが回収役の女とリクルーターの男でした。まずこの回収役の女なんですが、横浜市青葉区でこの後藤さんが自宅でですね、緊縛された状態で見つかりましたこの強盗殺人事件で逮捕されたのが木本容疑者なんですけれども、現金の回収役でした。で木本容疑者は夫とみられる男、そしてその子供とみられる2人、合わせて4人と暮らしていたと周辺住民の方が話してくれたんですけれども、なぜ木本容疑者につながったのか、それがですね宝田容疑者の供述、そして現金の回収現場近くの防犯カメラの映像、これらから浮上してきたということなんです。橋本さん、これまで全国で頻発している強盗事件ですけれども、未成年の関与というのもありましたけれども、はい、今回は、子供と一緒に暮らしているとみられるその女性、母親とみられる方が、見られる容疑者が逮捕されました。どう思いますか。一見普通に生活してる人ですよね、うん、今回の事件はもう明らかにこれ犯罪組織なんですよね。で僕らの頃というか、このネットとか SNS が流行る時代の前はやっぱり暴力団組織が犯罪組織で、はい、そこに加わるっていうのは相当ハードルがありましたよね、うん、はい。でも今ネットとか SNS 時代になって対面性がなくなったので、この本当に極めて 凶悪な本当に犯罪組織の中に普通の人が本当いとも簡単に参加できるこの状況だから、後でちょっと佐々木さんともここは議論させてもらいたいんですけど、これはネットとか SNS 時代にある意味合わせたその捜査の武器をね、捜査機関の方に与えてあげないと、これなかなかこれ捕まえるの大変だと思うし、要望もできないと思うんですよね。本当普通に生活している人が簡単にこんな犯罪組織に入ってしまうっていうね。確かに、現実のスピードに捜査の手法っていうのが追いついてない側面もあると思うんですけども、かなりやっぱり今回逮捕された容疑者が自分から望んでいったのか、それとも気づかないうちにつながってしまって抜けられなくなったのか、いろんな見方あると思いますけど、どう思いますか。そうですね、やっぱり SNS 上便利になったこともあるし、やっぱり困ってる本当に普通に経営してる方とかもリクルートでこう出す方もいらっしゃるじゃないですか、はいはい、だけどこうやって犯罪で使う方もいて、すごい犯罪とすごく近い存在になったなっていう印象はありますし、だからこうお金に困ってる人が分かっていてそういう犯罪に手を出してしまう場合もあると思うし、でもなんか表向きは別に普通の、ね、会社というかこうリクルートだったとしても、はい、情報を送った後に脅迫されちゃうという場合もあったりするのかなって思うと、すごいそこの見極めって怖いなと思いました。やっぱ成美さん、従来型の犯罪といいますと人間関係が濃い、集団が犯罪を共に犯すイメージがあったんですけども、今変わってきたのと希薄でもそうやって犯罪を犯 す、ね、それは怖いですよね。この罪の認識の希薄さも大きく関与していると思うんですね、うん、実際この回収するだけですよ、犯罪じゃないですよ、ホワイト案件ですよというその認識で手伝ってしまって強盗致傷の共犯者になってしまう、これは皆さんがおっしゃる通りで誰もがなりうるこういうシステムの中でどう止めていくのかというのが考えなければいけないと思いますね、うん、でその関係の希薄性ということもありましたけれども、はい、回収役というのはそもそもどういう役割なのか、これ犯罪ジャーナリスト多田さんによりますと、強盗や詐欺で奪った現金を回収し次の人へ渡す役割、
でその希薄性というのがこの足取りが追えないように何人も経由をしている。でその経由もですね、受け渡しもコインロッカーを使うなど基本的には対面をしない、うん、足がつかないように実行役からこの複数の回収役を渡って指示役に現金を渡していたということなんですよね、うん。成美さん、今まで実行役は複数人逮捕されてますけれども、はい、今回は実行役ではなくて、まあ、この回収役の逮捕、これ、まあ、組織の全容解明、もしくは捜査の進行にどういう影響を与えますか。もうこれ大きな捜査の進展だと思います。まあ、その中でやはり回収係役をどんどん捕まえていかないと指示役にはつながりませんので、しかもこの回収役を逮捕することでこの組織の解明にはとても必要だと思うんですね。もちろん捜査にも必要なんですが、今後の抑止のためにはどういった流れでこれを手伝うようになったのか、まあ、こういったことを明らかにするということも必要な捜査になると思います。これ例えばその自分は犯罪に加担する意識が本当に、うん、本当に全くなかったとしても回収役なり実行役として逮捕されたからにはそういったもの情状酌量の余地があるわけではないんです。どうなんですか。過去の判例でですね、この回収役をした女性が何かを分からずに、まあ、1回5万円で回収をする、うん、はい、それを他の人に渡す、これが特殊詐欺で逮捕されたんですよ、うん、でもちろんその女性は裁判で無実を訴えているんですが、うん、やはり1回5万円というその高額なバイトであるということと、はい、一度この女性がこれ犯罪じゃないかということを指示役に聞いてるんですよね。でこれ犯罪じゃないですよと言われて安心したという中でやってるんですが、いやそれは知る由はあっただろうということで今有罪判決を受けてるんですよ。なるほど。知らなかったらもう済まないような状況ですね。確認して相手が違うと言ってても、はい、でそれが指示役じゃなくてやっぱ別の方に聞かないといけないよねということだと思いますね、うん。でこの回収役とともに指示役につながるであろうその役割がこのリクルーターなんですよね。このリクルーター役の男は埼玉県所沢市高齢夫妻の家で起きたこの強盗致傷事件で逮捕されたんですが、この名倉容疑者はですね、愛知県知多市の会社員です。ホワイト案件、物品の運び、リスクはないなどの文言で実行役を勧誘、そして指示役に斡旋をしていたというんです。このリクルーター役とは多田さんによりますとこういう仕事だということなんです。このリクルーター役は実際に指示役と密に連絡を取り、そして SNS などでこの実行役を募集、闇バイトですねを募集していた。でリクルーター役は実行役を騙して犯罪行為をさせることもあるということなんです。でたびたび私たちの番組でもお伝えをしてきました特流と呼ばれるこの犯罪グループ内、こういう階層になっているということです。でピラミッドのトップが首謀者、そしてその下に指示役で実行役という中で、今までは実行役が逮捕されることが多かったです。ただ今回は回収役、さらにはこのリクルーター役の名倉容疑者が逮捕された。で先ほどありましたけれども、この指示役に実際につながる役割が逮捕されたので一歩指示役まで近づいたと言えるかもしれません、うんうん。そしてこのリクルーター役の名倉容疑者なんですが、どの事件に関与していたのか、それがこの埼玉県所沢市の強盗致傷事件です。でこの事件で実際に逮捕そして送検をされました実行役のこの3人を実際に勧誘、そして現場まで誘導していたのがこの名倉容疑者だということなんです。では警察はどうやって名倉容疑者まで迫れたのか、それが携帯電話などから犯行を特定できたというんです。でこの所沢市の強盗致傷事件で SNS で実行役を募集し、秘匿性の高い通信アプリで身分証を送らせ、実行役を現場付近に派遣し、実行役に強盗を後押しするようなメッセージをこの名倉容疑者は送っていたといいます。でこの名倉容疑者なんですが、自分も金に困って闇バイトに応募したと供述をしているということです。成美さん、今まで逮捕された実行役とか、はい、まあ、今回逮捕された回収役というと、もう使い捨てのトカゲの尻尾切りのようにこう使われて、まあ、いわゆるなんか重要なところを知らないところかなと思うんですけど、今回逮捕されたこのリクルーター役というと、それよりもちょっと一つ持っている情報がまあ角度が高いといいますか、より密接にまあ上部とつながっているような感じもするんですけど、どうですか。そうですね、僕はこの発生から1ヶ月でこのリクルーターの逮捕というのはすごい早いなと思うんですね。なぜならこの名倉容疑者は現場に行ってないんですよ、うん、で全てはその SNS と匿名性の高いアプリでしかやり取りをしてない人物を警察はこの1ヶ月で特定して逮捕に至っているわけですよね、うん。これは今後の組織の解明によって根元を立つ上ではこのリクルーター役の逮捕というのはかなり大きいと思います。ただこれがすぐ指示役につながるかどうかというのはやはり
この闇バイトで応募したということを言っているので難しい部分もあるかもしれませんが、この多田先生のおっしゃる通りで、僕初めてのものがリクルーターはできないと思うんですね。例えばその実行犯とのやり取りでどんなバイトなんですかというやり取りを、それを説明しなきゃいけないんですよ。何も知らないではこれはリクルーターはできませんので、やはりこう密に連絡取ってるっていうのは一つの爪痕はあるんじゃないかなというふうな感じてますね。まあ、確かにこういう闇バイト、まあ、こういった犯罪行為に加担するのは初めてとは思いませんけども、風間さん、このリクルーター役の逮捕どうご覧になってます？僕は全く同じ意見で、やっぱりリクルーターっていうのはある意味特殊技能者だと思うんですよ、はい、あのやり取りの落ち着きとか、その説得の仕方、安心させ方、あるいはその強盗をやれって言われてるんですけどっていう時に背中を押してやるとかっていうのは、それはやはり指示役とか首謀者と言われる人たちが評価してのリクルーターをやらせていると、うんうん、だからもう完全に仲間なんですよ、うん、最初はもちろんこの、闇バイトに応募しましたっていうのが取っかかりかもしれないけれども、はい、やはりこいつは使えるっていうことで、やはりリクルーターとして使われているんだと思いますが、でも佐々木さんがおっしゃる通りに、確かに面識がない可能性っていう、上といろいろな情報のやり取りはあるんだけれども、その面識はないっていう、まあ、そういう組織形態の可能性が高いので、さあこれからさらに上に行くには警察に頑張ってもらわないといけないと思います。いや、本当ですよね。はい、でもこれ佐々木さん、事件が発生してから上にね遡っていくというのは捜査本部が頑張ってもらわなきゃいけないと思うんですけど、普通単純に考えると、まあ、闇バイトの募集サイトのところで、うん、捜査員が実行役になりすまして、うん、この指示役とコンタクトを取るとか、はい、場合によってはリクルーター役になりすまして指示役とコンタクトを取ればいいじゃないかというふうに思うんですけど、これが今の日本ではおとり捜査ができないからできないんですよ。だからこれ実行役がもう募集されなければこんな犯罪組織成り立たないので、はい、僕はこれ実行役とかリクルーターになりすまして指示役とこうコンタクトを取るよっていうことをやれば、指示役も恐ろしくて募集できなくなると思うんですけど、だからそこのおとり捜査ができないというところに、みんな捜査員はじくじたるものがあるんじゃないですか。いや、現場はやはりおとり捜査は有効的だと思っていると思います。ただこの指示役につながるためには免許証も作らなきゃいけない、うんうん、その公文書偽造、はい、で例えばその現場に行くときにもう強盗ってなったら強盗予備罪が成立する可能性もある、うんうん、やっぱこのおとり捜査っていうのはそこのハードルがある部分、慎重に考えなきゃいけない部分もあるんですが、だからその法律を改正してそれができる権限を与えてあげないといけないですよね。ただこれ抑止のためであれば僕は有効だと思います、うん、現場に行ってそれを全部捕まえると、はい、でそういう抑止のためのおとり捜査というのは僕は必要なのかもしれないなというのは感じてますね。ただ向こう側のその前指示役もしくはリクルーター側も自分たちの、まあ、そのまあ顔も明かさないで、なおかつまあ身分証明も自分たちはまあもらうだけで明かしはしないわけじゃないですか、うん、どうそこまで追っていくかですよね。そうですね、うん、なので今回の捜査のポイントはそこだと思います。 何が糸口となってリクルーターにつながったのか、はい、もうこれは今この関東近県で起きている事件の中ではすごい重要なポイントになると思うので、ぜひ情報共有してもらいたいなと思いますね、うん。